はい、それでは次の質問に移りたいと思います。では入学後の学びについて教えてください。はい、私が本校で入学後に学びたいことは、1年時に必修科目であるマーケティング基礎について学んでいきたいと思っています。まず1年時にマーケティング基礎を学び、2年時に選択必修科目であるマーケティング応用について学んでいきたいと思っています。そうすることで昆虫養殖の市場の確立について学んでいきたいと私は考えています。以上です。マーケティング以外にも学んでみたいことはありますか？はい、私がマーケティング以外にも学んでいきたいことは ICT について学んでいきたいと思っています。 ICT は4年時、3年時に必修科目なので、そこで学んでいきたいと思っています。以上ですか？以上です。はい、4年間通じて、はい、どのような研究プロジェクトを行いたいと思っていますか？はい、私が4年間で本校で行いたいプロジェクトは実際に昆虫養殖を行っていきたいと思っています。しかし3年時にインターンシップがあるので、1、2年時は実際に導入するまではいかずとも、導入するまでの主な、取り組みをやっていきたいと思っています。そして4年時に実際に限界集落、祖母の住む限界集落である旧吉田村にプラントを設置して昆虫養殖を行っていきたいと私は考えています。はい、ありがとうございます。